介いただきました京都大学活力ある障害のためのラストファイブイノベーション、それではちょっとパソコンが調子悪かったんですけれども、ラストファイブイノベーションの拠点ということで、プロジェクトリーの私、野村とですね、研究リーダーの小寺でですね、ご説明をしたいと思います。今日ご説明する内容は、この9項目でございまして、背景の課題、目指す姿、内容、聞いてくるので、実現する社会、各グループの取り組み、グループの目標となる社会の姿と定義展開、そして体制運営ということでございます。ここに書いてますように背景と課題でございますけれども、高度情報化社会と先進医療高度医療により生活の必需品と生活基盤の構造変革を実現し、空間の縮小と長寿命化をもたらしましたけれども、しかし本当に便利になったのかということで、これ暗雲が立ち込めているということでございますが、次お願いします。数の情報はお招き、その結果さまざまなものに依存した社会ということをになっているのではないかと。一見自由な社会環境は実は不自由な社会ではないかということで。で、ここではですね、4つの不安があるんじゃないかと。例えばエネルギーに関する不安ということで、大量のエネルギーを消費するわけでございますし、また、携帯関係ではいつでもエネルギーが消える、つまりスマホなんかもうしょっちゅうですね、充電器を持っておかないとダメだといったこともあります。また孤立化ということではですね、いつもつながっていたい、でも干渉されたくないね、いつもメールや携帯でですね、どうなってるかを待つという。一方でですね、挨拶をせんと隣の人はメールでやってる、こんなことでですね、人間関係が矛盾している、この孤立化に関する不安があるんじゃないかと。さらにはまた健康に関する不安ということで、いつもですね、常備薬を持ったり、あるいは健康診断行ったりですね、ちょっとでのことでも病院、さらにはですね、高齢化すればするほど便利な都会に住みたい、こういったこと。さらには環境に関する不安ということで、地球温暖化等々ですね、PM2.5 も含めて非常に不安やな、こういうことでございます。そこでこの4つの不安を、4つのテクノロジー取り組みにおいて解決するというのがこの取り組みでございます。その4つは、1つはコードレスの電力送電、省エネエコシステムによるエネルギーの供給、2つ目が安心生活、センサーネットワークによるどこでもつながる世界、3つ目が予防先制医療における健康の見守り、4つ目が先端医療による安心の確保ということで、人が生涯にわたって尊厳を保ち、社会の一員として充実感を得ながら挑戦できる社会の実現ということで、すなわちしなやかほっこり社会の実現ということを目指してまいります。で、じゃあそのタイトルになりますラスト 5X とはどういうことかということでございますけれども、ラスト 5X とは人、情報、エネルギー、健康、環境の5つを同時につなぎ合わせる5つの技術、送電、通信、センシング、先端医療、予防、先制医療を用いて家庭での壁からの5メーターのコードレス化、屋外における50メーターから5キロの見守り、遠く500キロ離れて暮らす家族、仲間との日常の共有を可能にし、今申し上げたようなしなやかほっこり社会を実現するということでありまして、具体的にはコードレスな電力伝送と高度 ICT 技術が支える安心生活、センサーネットワーク、予防先制医療、先端医療領域において大学と企業が専門分野と業種を超えて
垂直水平経験した研究を開発を行うということでございます。はい、で今現在建設中であります京都大学中におきます国際科学イノベーション拠点ということで、今申し上げた企業と大学はですね、社会行動の意味を共有し、法学、医学、経済学、心理学、社会科学等の研究分野と企業の業種を超えた垂直水平をこの建物アンダーワンルーフで実現をしていこう。そして開発成果は順次この拠点トップという形でですね、利用して社会に展開していく、こういうふうに考えてございます。それではキーテクノロジーは何だということで、高度ですね、電力伝送と高度 ICT ということで、このキー技術をもとにですね、今申し上げたような省エネシステム、あるいは安心性資産ネットワーク、予防先生医療、先端医療に展開をしていく、共通基盤技術としてしっかりしていくということでございます。次お願いします。それでは実現する社会はどうなるかということで、人が生涯にわたって尊厳を保ち、社会の一員として充実感を得ながら挑戦できる社会ということで、この人はですね、生まれてからだんだん大きくなってですね、そして老人になっていくという、そういう姿でございますが、それに向けまして、次お願いします。それぞれの必要な項目、あるいは先ほどの4つの不安を解消するためのような取り組みということでございまして、次お願いします。今申し上げたこの4つでですね、しっかりこれを取り組んで、その結果として、次ですけれども、QOL という先ほどお話がございましたけれども、世界に誇れる安全で快適な暮らし、クオリティオブリビングと、安心の生涯健康プラン、クオリティオブライフという、この2つのライフを右側に書いてますような、希望量を同時に高めて、安全、ハピネスな社会を実現していこうと、こういうことでございます。ちょっとビデオをご覧ください。活力ある生涯のためのラスト 5X イノベーション拠点では、生涯にわたって存在するさまざまな不安、例えばエネルギー、孤立化、健康、自然環境に関する不安などを意識することなく生活が送れるよう、4つのグループが有機的に連携し、それぞれのアプローチから解決策を提案しています。グループ1では、コードレス、電力伝送、省エネ、エコシステムからの課題解決を提案します。京都大学が保有する無線伝送の技術をコアに、さまざまな家電機器、医療機器へのコードレスの電力伝送、コードレスでのバイタルサインの収集、新たな ICT 機器を実現・事業化していきます。またモバイル電源として安全・簡便で携帯性に優れる固体水素発生源を用いたポータブル燃料電池を事業化し、生活の中、医療現場のエネルギーに関する不安の解消を図ります。グループ2では、病気を患う前と後で QOL を下げることなく日常生活を送れるよう、コードレス見守りシステム、看護・介護環境の支援システム、運動機能支援システムなどを開発・事業化していきます。医療現場のニーズに即した超音波診断システムの開発・事業化を進めています。グループ3では、予防・生成医療の観点から長浜市と1万人の長浜市民との連携で、エビデンスに基づいた個人に最適な健康づくりを日常的に行うための支援システムを開発します。先行して取り組みを行っている長浜ゼロ時予防コホート事業と連携していきます。グループ4では、先端医療のアプローチから高齢に伴う身体機能の低下などを補い、患者の社会復帰を可能にする低侵襲の医療法、自立した日常生活を送るためのサポートシステム開発、また病気の時の安全安心を確かなものとする高度な医療イメージング技術を開発・事業化していきます。ということで、今からですね、各グループの取り組みについてご紹介したいと思います。次お願いいたします。
ずはじめに第一グループコードレス電力伝送省エネエコシステムです。はい、ここではですね、ターゲットといたしましてつながりを形成する指揮たすエネルギー社会の実現ということで、病院内のコードレスが車両への位置でもどこでも簡単に、そして固体水素源燃料電池、フレキシブル有機太陽電池ということに取り組んでまいります。第2グループでは安心生活センサーネットワークということで、病をよく患う前までは京都大学、病を患った後は京都工芸繊維大学がですね、ターゲットをいたしまして、見守りによる健康で安心な自立生活を実現ということで、24時間の見守り等によるアドバイス、あるいはロボット最適制御による移動支援、モバイル、スマート、超音波診断システム、介護、看護介護教室の環境制御システム、トレーニング支援機能を有する装着型移動支援機器、あるいは行動経済学に基づくナッジの提供と経済効果算定サービスということでございます。わずかった後ですけれども、この家族に対してご近所、あるいは介護医療現場、これにつながり、自立安心、そして行動が危険ということで、記録支援システムの開発や、自立支援介護機関の設備機器、夜服安心空間、要介護者双方の自立的生活を支援する住宅空間、聴覚障害関連協会、手話通訳との連携や、歩行困難者、補助具製作機との連携、あるいは聴覚障害協議会との連携、さらには介護者の病状進行防止と介護者の負担を軽減する在宅介護システムの開発、行動支援システム、あるいは連絡ごとに開発いたことで取り組んでまいります。第3グループでございます。ここでは健康増進から先端治療までを統合した次世代ヘルスケアの社会の実現ということで、今ビデオにありましたここを含めまして、生体腫瘍保存器具、あるいは分析測定の開発治療診断の開発、患者情報の共有による、距離の医師の効率化、クラウド基盤の開発、あるいは次世代型健康用品プログラムの開発、さらには住民健康カードの構築、パーソナル健康カードの実用化というものを図ってまいります。第4グループでございます。ここでは診断と治療をつなぐ次世代型先端医療の実現、再生医療研究の促進ということで、診断計画治療、こういうことが連携をしながら、高感度な低皮膚のイメージング機器、あるいはプローブマーカー、安価で安全な再生の普及に向けた支援機器、病院に縛り付けない自立支援システム、あるいは適切な情報を必要な時に提供する医療用の IT システム、高度安全な手術の普及支援システム、さらには治療効率を最大化する放射線医療治療、それから高度で安全な治療を提供する治療継続支援システムでございます。で、先ほどの4つの取り組みの中でですね、それぞれの姿、そして最終製品をこのように定義いたしまして、アウトプットをしっかり出し、製品を展開していくということでございます。これはロードマップでございまして、先ほどの項目をですね、年度ごとに、この3分マーク、マイルストーンをしっかり積みながらやっていこうということで、これが第1グループ、でございます。そして第2グループはですね、このように同じようにそれぞれ製品の展開をこうしてまいります。この第2グループのわずらった後のところのですね、このそれぞれについてのアウトプットをしっかりやっていくということで、はい、これ第3グループでございます。はい、で、これが第4グループということで、それぞれバイアスをしっかり置いてやっていこうということでございます。これをやっていくための体制でございますけれども、この私の機構長、そして小寺副校長のとともにですね、大学のシーズニーズ事業の項目、そしてこの開発拠点事業では、この4つのグループは非常に社
産の副企業が多くございまして、48ございますけれども、それらをしっかりウィークしていこうということで、グループ分けをして進めていっていることでございます。でこれを運営していくためにはですね、非常に多くの人数メンバーが参画いたしますので、まず一番上に書いております拠点協議会ということで、今後ですね、京都府京都市含めて地域との連携を含めながら、より対象当社からの協議会で進めていく、そして実質的にですね、開発拠点の事業とチーズニーズの事業をですね、運営管理という形で進捗を管理しては進めていく、そして知財会議ということで、知財のについてのですね、連携しながら、まあ、こういうような運営体制でですね、非常に多いところなんで、グループしていこうと考えてございます。これがその4つのそれぞれのグループで研究開発課題を一覧として掲げております。でもう一つですね、大学などシーズンニーズにつきましては、気候戦略支援統括とシーズンニーズの探索統括、知財、気候運営支援ということで、それぞれの役割を明確にしながら、京都大学の三角が連携本部とペアリングになりながらですね、しっかりやっていこうということでございます。この取り組みはですね、48ということで、まあ集まって A、それから京都において K、 そしてビジネスを一緒にやりましょうということで AKB48 ということで、ほっこり社会を実現していこうということでございます。以上で、ご説明を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。